iPad で1時間半ほど撮影していた内容が、消去されてますね。途中で、ハレーの部分の3対0の仕組みを言いました。で、ボークについて。で、ボークを宣告されることによって答えが全て逆になってる。まあ、試合が勝てない。これは昨年から言い続けています。その内容はしっかりと試合の結果で出てるんですよね。プロ野球速報で見てもらってもわかる通り、その先ほどの1時間半ほどの動画、先ほどね、iPad からこうパソコンにダウンロードしようとしたんですけども、データが出てこないんですよ。でも、むちゃくちゃなことされてますね。で、これ、3対3の部分、2対2の部分とかね、先ほどどんな内容を喋ってたかって言ったら、心の中でも思いましたよ。その愛知県、トヨタ、中日。で、あと、日本ハム。これ、途中まで3-0だったんですよ。のその3点の入り方。晴れの3で得点。で、これ全部逆になってるんですよね。楽天がリードしてなくて、西武ライオンズが、リードしてる。この辺もソフトバンク、オリックスもここ近年3連覇。ソフトバンクもここ近年、過去、15年ぐらいで見ると、たくさん優勝してると。かなり偏ってるんですよね。で、日本ハムに関してもドーム2つ作ってるでしょ。で、途中まで3-0だったでしょ。で、本当のことを、言われるとバレたで点数ごまかしてくると。いつものパターンですね。審判の人はね、むちゃくちゃなジャッジしたら本当にダメです。服装もね、本当は、紺色とか黒色を着ないでほしいですね。白黒はっきりつける、じゃあ黒ですからね。これね、データで見たらあるはずなんですけどね。っていうのは、動画の、撮影した内容、残りの空き容量がほとんどないんですよね。これ見たら、ありますね。あるけども、これは下の方に、こういうふうな、自然ともう勝手に、画面がね、映るような形なんですけど、ただ、ここの画面で見たらないんですよね。もう、勝手にぼやかそうとするでしょ。これコンピューターが、手動かしてないよね、ほとんど。さっきぼやっとなったでしょ。バレたら困るからなんですよ。このデータあるはずなんですけどね。ね、やりすぎでしょ、東京の。で、ストライク入ってます。いや、だから今日の試合は逆の形で勝敗見なかったらダメなんですよね。阪神が1勝、巨人が、1敗。で、他球場も日本ハム対ロッテも同じだと思いますよ。多分ロッテが3-0で勝ってるような形ですね。ダブルプレーです。この状況を、一野球の結果だけで物事を見るんじゃなくて、なぜ河川水門開閉式だ、地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電ができていないのか。かまど発電なども。かまど発電だけじゃなくて、かまど型の、ストーブを学校に入って、それすらできていないのはなぜかっていうことを大真面目にみんなが考えなきゃならないですね。で、あと、生ゴミを収集しておく、貯蔵タンク。それが街に点在して今頃、もうそんなこと26年くらい前から言ってますからね。なんかもう1万5000箇所以上出来上がってないとおかしいんですよ。
全部出来上がってないと。これがなぜこんな状態になってるかって、そのまあ生ゴミからメタンガスを抽出できますから、で逆に生ゴミを今はガスとか電気使って燃やしてるんですよ。まあ夜、基本的に原発の電力が余りますから、夜、まあそれで燃やしてる可能性が高いんですけども、それは各状況を見なきゃわからないです。あとまあ鉄工所も。夜に金属溶かしたりだとか、電熱コンロで。なぜこんなに世の中がこうなってしまったかっていうところで、何らかのその仕組みからくり、普通言葉で聞いたら分かってできるはずなんですよ。だけどもできていないから、こういうふうなところから物事をしっかりと変えなきゃならないと思いますよ。例えば裁判官は灰色の防衛服を着るとかね。裁判官自体がこだわってますから、よくわかっていて、ことわざはいいですよねっていうことをね、法廷で言うんですよ。僕は、原告の席にいるときにね。で、それは、白黒はっきりつけるっていう言葉があるでしょう。裁判官が、黒い防衛服をまとっていて、ね、その判断間違えられたり、他の人の稼働がっていうことになってくるから、中和株式会社の件は、ちゃんと、訴訟費用の救助申請が通って始まって、神戸市北区の、主査の人を訴えた時も、訴訟費用の救助申請が通って、両方とも裁判始まってるんですよ。だけど途中で精神病院に入れられてるんですね。だからコンピューターの稼働の仕方とかで、まあ、何か聞こえてきたらそれを言う人たちが存在するでしょう。それが正しいかどうかを考えれるかどうかっていうことを結局考えれてないまま言ってしまうから簡単に操られる。高い理性があれば法律というものが分かっていれば言わないんです。あと仕組み、あとコンピューターの仕組みまでたどり着かなかったらそれが正しいかどうかなんか分かんないんですよ、はっきり言って。何、利用されてるか分かんないですから。で、そのね、これね、今、現在、まあ、他球場の経過で言うと、一番まずいのはね、そのどう考えてもね、北海道の日本ハムでしょう、NE 残存量問題で考えて野球界っていう範囲で止めると、一つの球団でどうも二つも作ってしまいましたからね。だから余計に建物を作ったら、勝てるような話っていうのはなしにしておかなかったら、今は中日ヤクルト、中日が3点取ってるところですね。それはそれで話が整合性が合ってくるっていう場面ですね。で、今日、先発、ロッテ、佐々木朗希投手だったんじゃないんですかね。父親を東日本大震災で亡くしたと私は情報を聞いてるんですね。で、それはさすがにそれに嘘はないと思うんですよ。じゃあ、そこはね、活躍させてあげんかったらね。ね、だからアジアサッカー、ワールドカップをカタールで開いたからなのか、アジアカップに関してカタールは優勝してしまったでしょう。出来レースで、八百長。明らかに他の、他国のチームをね、他チームを勝たせに行ったりしてるっていう。
まあ、その私が言いたいのはね、そのプロ野球選手の点数の出方に関して、これはさすがにみんな本気で試合してるんですよ。だけど、コンピューターに点数の差、今されてるっていうものがあるでしょう。毎回ね、同じパターンなんですよ。ほとんど。で、それを見破ったりとかしてどうにかしてるんですけども、その辺の人の動き方の仕組みに関して、ね、その先ほど言ってた、河川水門開式ダム、地下水流ストレートトンネル、回転扉式発電だとか、かまど発電とか、まあ、メタンガスを抽出する、生ゴミを貯蔵庫、それらが出来上がっていいね。まあ、これをみんなでどう対処するかっていうことなんですよね。政治家の人たちも、なぜ動けないのか動こうとしないのかっていうところが全くわからないんですよ。今までがどうだからって、それを言ってしまうからダメになっちゃうんですよ。今までどうだったから、だから今後どうします、ちゃんと淡井さんの電話には出ますとか、そういうふうな対応しなかったら自分からちゃんと電話かけますとか、今後からどうするかはないんですよ。政治家の人たちです。まあ、その辺のところが、さっきの話がね、その淡井圭介の結婚話と同じで、普通に電話かけるっていう声を誰もしないでしょ。その結婚話をしておいて、ね、だから、その人たちに改善しようという意識はない。意識の改善っていうものがないものが報道に出てしまってる。で、その中に、政治家の人は名前書いてまで報道に出てきて、喋ってるっていうことでね。改善っていう形で本気で全員動いてなかったんですね。去年なんかも梶谷選手は非常に硬い、ピッチャーだったんですけども、今ちょっと変になってますよね、すっぽ抜けで。ダブルプレー狙いで進みます。全員でしっかりと守りましょう。淡井圭介本人です。リアルタイム型です。ですね、頭なんか言ってたはずなんですけどね、その逆になってるっていう話でバッターの方に行ってるのかな。
まあ、先ほど電波で戻ってくるわっていうことは聞こえてきましたね。そのボークによる審判のせいであると、まあ、それを心の声で唱えました。ダブルプレー狙いの場面でもありますが、一点も上げれない場面でもあります。まあ、打球に関しての、チョイスなんですけども、名前が丸、見破りです。淡井圭介の言ってることが丸、正解であったとしても丸選手が打てるっていう話はなしです。雨のうちに、証拠作っております。一応自分の知ることの順序で言うと、他球場日本ハムの4対っていうところが心当たりにもなってますね。動いていない他球場、セリーグの球場は同点でっていう。そこからまあ中日がさらに1点を加えてという形なんですけども。これね、試合数の勝利数にもよって、手当がつくようなことも、阪神タイガースの、監督などは言ってましたね。ですので、その、審判の方がね、試合を身勝手に勝ち星覆されたら、これはこちらの収入にも、影響が出てくるっていうことなんですよね。ダブルプレー狙いで進みます。全員しっかり守りましょう。
試合結果は最後の最後まで終わってみないとわからないですね、他球場の結果も。一応ここで、一般人も含めてルールをしっかりと、交際しておきますね。髪の毛染めている人は、海外側ではありません。ただ海洋基本法違反をしているものです。その者たちが得点になればよい。そうじゃなかったらこちらも自分の身を守りにくいです。髪の毛染めている人間は身勝手に現れるから。各地で自分が海外側とか決めちゃダメです。日本国籍である以上。それで海外戦とか邪魔されてますから。
事務職未経験でした。未経験から始めの事務職キャリアウィング、あなたも働き方変えてみない？リクルート。ここが僕の新しい部屋。これやってくる。ワイマックスプラス 5G 開通。いやー、つながりました。コンセントさすだけワイマックスプラス 5G。未経験からいきなり事務職なんて夢物語？そんなことないよ。未経験から始める事務職キャリアウィンク、ウィンクしたら見えてくる。リクルート。未経験になってよかったね。それは日本初エキソプロ界待望の風です。まさにそのことでしょ。のど風のネット風ミリオンゲーム LX 上。リードは4点差となりましたが、今日は先発投手が6回まで7回に4回に2回まで8回に中川が山根を作って9回体制に渡しました。タイガースは4番の大山からです。初球ストライクを取りました。156キロ。非常に力のあるボールからまずストライクを取りました。ね、順番は、ね、問題なさそうですね。いわゆるその投げる際に軸足と右足のかかとを上げるヒールアップ、これが特徴だったんですが、これをやめて空振り三振、最初のアウトを取りました。まあ、一つ赤星さん、自分の投球スタイルを変えて、まあ、体になるべく負担がかからないような投球スタイルに変えてきましたね。そうですね、ね、かなりの重くの時期にトレーニングをしっかりしてね、リーガスにね、動画をつなぎ合わせるエクスポートをしようとしていて、撮影したらすぐに。次行きましたね。先置いてなかったんですよ、途中まで。ずっと読み込む時間。監督にとっては、ウィーンでの勝利を続け、今のところ、iPad の方の。
出てこないですね。つないでいて、パスワード持ち込んでいるのに、やっぱり出てこないですね。動画の記録は残っているのに。なんかこう、証拠を隠滅させられるような、そういうような状況ですね。で、また、励ませごちの車のドアの音、先ほどのバタンっていう音も、僕からしたらもう、すごく鬱陶しいんですよ。まあ、結果的にはこうなりました。もうボークを宣告されたのがもう全てですね。そこからダーティーな野球に変わってますね。だから審判がダーティーだったっていうことですね。だからこの試合、開幕戦の主審が誰が務めたかっていうところですね。これは本当に、罰しないとダメですよ。ボークじゃないとボークって言いましたから。主審一人で牛耳っちゃダメだし、主審に誰か指示を出した人間がいるんだったら、その人間が本当に法廷で罰せられなければならない。ルール違反しすぎ、世界中もめちゃくちゃ。それ、そういうところ、世の中は大真面目にならなきゃならないの。警察官も全員同じ。今日100円拾って、金額は小さいですよ。一応落とし物係に届けに行きました。有馬警察署にね。そしたら、担当した、警察官の人、金に近い髪の毛の色の毛染めで、爪はネイルアート、もうめちゃくちゃ女性警察官、名前が妹鈴葉、前もそれ言ったことあるんですよ、名称上げてね。それで君の名前のところで鈴葉っていう名前を選んだったんだとしたら、それはもう、ナンセンスですね。だからそれは新海誠監督も多分知らないと思いますよ。知ってるのかな、どうかな。ちょっとその辺のところは本当の話を聞いてみたいですね。警察官が全て正しいかっていうと正しくない。それは裁判官も同じ。もう証拠。証拠と本当にどういうふうに生きてるか。それを見た方が早い。もういちいち法律面に頼りすぎ。他の法律面に抜けてる。そういう人間は。君やっていう声が聞こえてきたんだけども、それが、まあその人、もう法律違反した方の人、もう名前言って言いますけども、その人は多分僕に向かって言ってないと思いますよ。藤田っていう人で、フルツラパークの、藤田課長っていう人で、藤田建設の人だと思うんですね。